12レース調べます、小翔選手です。よろしくお願いします。まずは前走の G1 優勝、改めておめでとうございます。何か反響とかっていうのは2回目ですけど、何かあったりしました？特にはないです。特にもう普通におめでとうっていう感じ でここまでですけど、もちろん地区プロもありましたけども、地区プロの中日っていうのはどういうふうに過ごされたかありますか？まあ、ウエイトしました。しっかりと、まあ、練習はしてここに来られたっていう感じですかね。ここのワークは2年前の記念で、まあ、その時は途中でやってますけども、今日指定練習乗ってみてですけども、感覚っていうのはどうだったでしょうか？特には何でもなかったです。風が強いとか重たかったっていう声も特になかったですか？すぐに指定練習終わってからの自転車触られてましたけど、何か気になった部分とかっていうのが？タイヤハウスで交換だったんで交換しました。で、まあ、今回の、特選なんですけども、4分線になりますけども、まあ、結構強力な自力の選手はたくさんいますけども、どういった風に戦っていきたいっていうのはありますでしょうか？まあ、今いつも通り頑張りたいなと思います。でも宮城さんでしっかりと安心感もあるっていう形ですかね。はい、あとは中川選手が連携を楽しみにできたらいいなというふうに言ってましたけども、はい、どうさんがしたらどうですか？そうですね、まあ、連携したいですけどね、どうせなら、はい、一緒に練習してるんで。あと別府でしたっけ、記念の決勝でも乗ってますし、やっぱりそういった大きい舞台で後輩と連携できるっていうのはまたいいことですね。そうですね、まあジオの決勝で連携したいですけど、まずはそのためにもこういうところでまず近い結果を出してってことですね。わ、はい、かりました。では、4日間に向けて意気込みをお願いします。応援してもらえて頑張ります。